D09 護衛駆逐艦はアメリカ海軍の公用護衛艦の艦級。第二次世界大戦後に実用化された様々な対戦戦装備を盛り込んだ新世代護衛艦として1952年度から1955年度計画で13隻が建造された。基本計画番号は SCB-72。本級の計画は当初、 沿岸域での戦乱護衛や紹介を狙って、173フィート型苦戦艇の発展型として開始された。しかし、苦戦艇の延長線上の設計では、新しく開発されたソナーや、対戦前投げ兵器を搭載する余地を確保できないことから、より大型の設計に変更された。これに続く構想では、戦闘級に大型化し、76ミリ砲やヘッジホック、爆雷、 魚雷発射艦などを搭載するものとなったが、根本的な問題の解決には至らなかった。このことから、最終的には、ジョンシー・バトラー 95A 駆逐艦をベースとして、新開発の対戦前投げ兵器やソナーに対応して、設計されることとなった。本級は、大戦型の 5A 駆逐艦と同様の平ら艦ン船形を採用しており、船体内には、艦室、 機械室を挟んで前方には3層の、後方には2層の甲板が設けられている。また、高天時のピッチング現象を狙って、重心を後方に下げ、艦首の還元を高めている。上部構造物は2層からなっているが、アルミニウム系金属が多用され、重量を40%低減している。なお総裁定としては、26フィート内家庭一席が01。 甲板パン広報源に搭載された。また、本級は、指揮官についても、新しい設計を採用している。従来のアメリカ語へ駆逐艦は、蒸気タービン推進とする際には、通常の駆逐艦などと同様に、タービン2機に軸推進を採用していた。これに対し、本級は、戦時の急速建造を考慮して、フォスターホイーラー式水管艦,艦2機とド、ラバル式、 ギアードタービン一気に一軸推進という方式を採用した。手機タービンは高圧、低圧の二動構成で、機関に異常が生じた際にも極力推進力を維持できるよう、必要に応じて高圧タービンと低圧タービンのいずれか一方で運転可能とした。本級の機関出力は2万馬力、主管で発生される蒸気の正常は圧力 42.2kg フォース。 平方センチメートル温度摂取454度であった。同様にギヤアードタービンを採用したジョンシー・バトラー95エクチク艦においては出力12000馬力で機関重量403トンであったのに対し本級では出力2万馬力で412トンとなっており技術進歩と一軸推進へのトレードオフの成果が如実に現れている。これは 後のブロンシュタイン級フリゲートに始まる SCB199 シリーズにおいても採用され、アメリカ語エクチク艦で標準的な方式となった。本級は装備のあらゆる面で新型化が図られており、その戦闘能力は従来の艦を大きく上回っている。対空操作レーダーとしては、アン・ s p s 6がマストチューブに搭載された。これは L バンドを使用しており、 1948年に実用化されたばかりの新型機であった。また、対水上捜索レーダーも新型の案、SPS-10 がマスト長部に搭載された。電波探知装置としては、新型の案、WLR-1 をマスト下部に後日装備、している。ソナーとしては、当初は捜索用の案、SQS-2B と攻撃用の案、 ソック一を搭載していたが、後に新開発のアン s q s マイナス四を初搭載した。これは、s q s マイナス二と同様に、QHB の系譜に属するもので、八から十四キロヘルツの周波数を使用し、探知距離四千六百メートルを狙ったものであった。その後、九百六十二年以降で、でマイナス千六億千十四万千二十一を除く、各艦は順次に、 フラム回収を受け、より強力、低周波の案、SQS-23 に換装されている。これは、周波数4.5から 5.5kHz、探知距離 9100m であった。新世代の対戦前投げ兵器として、マーク 108-324mm 対戦ロケット砲を装備した。これは、従来より使用されていたヘッジホックよりも大型の、 ロケット爆雷をより長距離に投射するもので、新世代の対戦兵器として大いに期待されたものであった。しかし開発遅延のために、ネームシップは、スキッド対戦迫撃砲2機を搭載して収益した、ほか、実際には、不発率の高さで現場での評判は悪く、また、原子力推進の導入により高速化する、潜水艦脅威には対抗しきれないものであった。 このことから、後に、ウェポンアルファは、撤去されて、より信頼性の高い対戦火力として、マーク44単魚雷を発射する3連装のマーク32単魚雷発射艦を装備している。これらを統制する、水中攻撃式装置としては、護衛駆逐艦回収を受けたフレッチャー級駆逐艦や、ミッチャー級駆逐艦が搭載した、マーク102の簡素化、改良型であるマーク。 1 0 5号を採用した。また、1962年に、アン、SQS-23 搭載回収を受けた艦は、同時に、後部の3インチ砲と爆雷を撤去して、新開発の長距離対戦兵器である、QH-50-2 機及びその運用設備を設置した。これは、無線誘導の無人ヘリコプターによって、母艦装備のソナーで探知した、 適正水管に対して単魚雷を投射するものであったが、これまた信頼性の低さから短期間の運用に終わった。ダッシュを搭載した艦の多くは、後にランプスを搭載するよう回収されたが、本級は線形化所であると考えられたことから、ヘリコプターの着艦に対応するように飛行艦板を拡張したのみで、ランプスの搭載は行わなかった。方向兵器としては、 新開発のマーク333インチ連装速射砲を初めて搭載した。これは従来股間防空に用いられてきた4連装の母ホース4 0ト、mm、ル機関砲の代替として開発されたアメリカ海軍の第二次世界大戦後第一世代の3インチ砲システムである。極めて高い発射速度、追随性能を備えた半自動砲であり、 VT 進化によって極めて高い防空効果を発揮できる。本級はこれを前後に一機ずつ搭載し、極めて高い股間防空力を備えた。その射撃式はマーク63砲射撃式装置によって行われており、アン、SPG-34 射撃式レーダーは方、側装備とされており、第一砲位板は環境上の例に簡単レベルに、第二砲位板は 上部構造物後端の01甲板レベルに設置されている。ただし、上記の通り、フラム改修艦では、ダッシュの運用設備設置に伴って、後部の32番砲を撤去し、これに伴い、第2砲位番も撤去されている。1954年5月、海軍の長期計画の策定にあたる、シンドラー委員会は、戦団護衛艦について、本級のように成功効果な艦よりも、 戦時大量建造に対応できる簡素で安価な艦を建造するように勧告した。これに応じて1956年度以降の建造艦はより簡素なクロード・ジョーンズ級となり本級の建造は終了した。しかし1950年代以末には海軍は再び高性能化に舵を切り、 本級と同様のコンセプトに基づく SCB-199 シリーズの建造に着手することになる。また、本型の建造完了直後より、海上自衛隊が運用を開始した、イスズ型護衛艦においても、本型の影響を強く受けている。ありがとうございます。